エブリデイまゆチャンネル。皆さんこんにちは、日々まゆのです。今日は私の大好きな入浴剤を紹介したいと思います。ということで今日紹介する入浴剤はこちら、じゃじゃん、ザ・ボディショップの入浴剤です。これはファンの方にプレゼントしていただきました。いつもありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。私入浴剤を集めるのが趣味で、まあ、家にたくさんいろんな種類の入浴剤があります。なんですけど最近は、まあ、こういった、ボディショップだったりとか、あとは、まあ、入浴剤がたくさん売っている海外のお店とか、そういうところではなかなか買わないようになっていて、どっちかと言ったら効能をメインにした、薬草だったり漢方だったりお花だったり、まあ、そっち系の入浴剤を使っているので、こういう甘い香りの入浴剤はとってもお久しぶりなんです。もう今これお家に置いてあるだけですごくこの香りがねするの、うん、いい匂い、あ、なんかアメリカのグミみたいな匂い、わかる？ということで、せっかくいただいたので今日から3日間、こちらを使ってお風呂に入りたいと思います。ということでこちらを紹介したいと思います。あ、わお、あ、いや、私今グミって言ったか、キャンディープラムだそうです。ということでまず開けてみましょう。こちらザ・ボディショップの入浴剤です。これは3つ入ってます。3つ入っていて、まあ1個2個うんと3個ですね。黄色、赤、紫という感じです。バスボム、こちらバニラディライト、バニラの香りなんでしょうね多分。そしてこちらストロベリーの香り、あ、なんでしょうね多分。で最後こっちがキャンディープラムだそうです。プラムってあの果物のプラムかな、うん、まあ分かりませんけれども、すごく、あ、いい香り、いい香り、うん、すごくいい香りです。ということでこちらを紹介したいと思います。ということで今日はこれ、キャンディープラム、こちら言ってた紫ですね、これを入れたいと思います。お湯に溶かして入浴してください。基本的にこういう入浴剤はシュワシュワ溶けている時よりも溶けきった後約2時間くらいが体にいい作用があると言われてます。今日はバスボムキャンディープラム紫色使いたいと思います。開いてみたらなんかこんな感じで鈴みたいな形してます。じゃん、めっちゃいい匂い。このシュワシュワがなくなったからが入り時です。じゃん、2日目、今日はバニラディライト、こちらを使ってみたいと思います。バスボムバニラディライト、それではいい匂いする、すでに。はー、シュワシュワシュワー、ぐちゃぐちゃ、バニラディライトです。3日目、今日で全部使い切っちゃいました。今日はこちらストロベリー、バスボムストロベリー、もう今すでにイチゴの甘い香りがしています。入れよう、開けました。なんだろう、なんかね、なんかイチゴミルク、違うな、なんかイチゴミルクじゃないんだけど、イチゴに
なんかブルーベリーが混ざったような、なんかすごい香り。入れます。イエイ。はーい、ということで今日はピンクです。うん、いい香りということで、今日はザ・ボディショップの入浴剤の紹介でした。皆さんもぜひぜひぜひ気になったなっていう方はザ・ボディショップに行って、まあ、たくさんいろいろ入浴剤あると思うんですけど、私が紹介した入浴剤を試してみてください。ということで今日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。みんないつもありがとう。